今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は安住にやってきました。ここでランチです。安住、この横を通ってるのが国道17号線ですね。お得なランチメニュー、 A セット、ラーメン、半イカソース丼とかいろいろありますね。半エビソース丼にしよっかな。うん、ラーメンは選ぶ側じゃない、の醤油、醤油、うん、漫画がたくさんあります。そこに座敷もありますね。担々麺とか美味しそうですね。こちらカウンターですね。はい、来ました。おじいは醤油ラーメンと半エビソース丼のセット1050円です。わーわー、これ安住ラーメン780円でしたっけ。780円でしたっけ。950円ですか。こう煮卵が美味しそうですね。でこのでかいチャーシューが2つも入ってるじゃないですか、はい、これ美味しそうですね。美味しそうですね。あのおじいの方はこのチャーシュー1つしか入ってないですで、煮卵もないというので、いやそうなんですよね。でちょっと失敗したなと、そっちの方が良かったなと。おすすめみたいな、はい、あのほうれん草が入ってるのはちょっと独特ですね。じゃあやっちゃいます。あっさりめですね。すごくあっさりです。魚介のスープですか。スープも美味しいわ。じゃあチャーシューやっちゃいます。チャーシューとろとろ、うん、美味しいわ。もうちょっと絡まないと絡まるような。じゃあエビ丼もやっちゃいます。これはエビ天にソースがかかってるんですね。うん、まあ、これは予想通りの味でした。かなりがっつりですね。はい、おばあどうですか。美味しいですよ。なんかこんなに豪華なラーメンを私生まれて初めてだいつもこうあっさりした塩とか、うん、普通のネギラーメンとかそういう感じの。上司の空風が吹きましたか。春の山から出てきました。10人過ぎて混んできましたね。もう行列になっていますので早く出ようと思います。もう完食です。おばあも完食です。おじいにあげてますバラしています。おじいはおばあからももらってそれを完食してしまいました。やばいです